はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、死因贈与、民法554条について解説いたします。で、ここでは死因贈与と遺贈の違いも、解説しようと思います。で、まず死因贈与ってどういったものかというと、贈与なんですけども、この死因っていうのはついてきますね。なので、この部分が普通の贈与とはちょっと違う部分です。で、これどういうことかというと、まず贈与者と受贈者が生前に契約を交わし、まあこれはいわゆる贈与契約を交わし、死亡によってこの契約の効力が発生するもの、これが死因贈与契約です。例えば私が死亡したらこの土地をあなたにあげるよ、これが死因贈与ですね。私が死亡することによってこの土地はあなたのものになるという効果が発生する、効力が発生する、私の死亡によって効力が発生する、これが死因贈与ということになります。今回で言うと、私が死亡することによって私が持っている土地、いわゆる財産を与えると、まあ、いうことですよね。で、一方で似たようなものがあるんです。それが遺贈なんですね。遺贈のこの遺なんですけども、これは遺言の遺です。遺言の遺、遺言によって贈与することが遺贈なんですね。そうするとこれよく似ていますよね。死因贈与の場合は契約を交わして死亡することによって財産を与えるという効力が発生する。で、一方で遺贈については遺言によって財産を与える、よく似ているわけですよ。なので民法554条ではこのように規定しています。死因贈与はその性質に反しない限り遺贈の規定を順用しますよ。つまり死因贈与っていうのは原則遺贈の規定を使うんだよっていう話なんです。例えば遺贈の規定では後で撤回ができるっていう、まあ、そういった規定があるんですね。そういったルールがあります。なのでこの土地私が死んだらあなたにあげるよっていう風な契約、死因贈与契約を今日締結したとします。で、その1ヶ月後、私が遺言で、この土地については A さんに遺贈する、そういった遺言を書いたとします。そうすると、後の方が優先するので、あなたと契約をした死因贈与契約は撤回っていう風な形になるんですね。これが一つの具体例です。でも、その性質に反しない限りっていう例外があるわけなので、やはり違いもあるわけなんですよね。遺贈と死因贈与については違いがあります。どういった違いがあるかっていうと、まず死因贈与っていうのはここで丸をつけた通り契約なんですよ。契約で、契約するためにはこれは成年者でないと原則ダメですよね。単独で行うためには成年者でないとダメだと。未成年者は単独で契約を行うことができないので、死因贈与契約っていうのは18歳以上じゃないとダメですよ。一方で遺贈っていうのは遺言のルールが適用されます。遺言っていうのは15歳以上になったら遺言することができるので15歳以上、まあ、こういった違いがあります。続いて形式ですね。遺贈については遺言の形式に従わないといけません、まあ、この部分については遺言のところでちょっと勉強していただく形になるんですけども、ちょっとルールがあるんですね。で、そのルールに従って遺言っていうのはしなければいけないんですね。なので、まあ、そのルールに従ってくださいっていう話です。で、一方死因贈与契約っていうのは制限がないんですね、まあ、契約なので口頭で行ってもいいですし、また書面にして契約を行ってもいいという話です。で、続いて放棄ですね。遺贈については放棄することができるんですよ。遺言によってこの土地を A さんに遺贈します、まあ、そのように遺言した。で、その後私が死亡した。で、 A さんはいやその土地いらないって思った場合、A さんは放棄をすることができるんですね。一方で死因贈与契約っていうのはこれ契約なので放棄っていうのができないんですよ、まあ、こういった違いもあります、まあ、これぐらい違いを頭に入れておいていただければ大丈夫です、まあ、今回の内容よく問われる部分なんですね。特にこの部分です。死因贈与っていうのは遺言の規定順用されるので後で撤回することができる、この部分ちょっと問われやすい部分なので、この点はちょっと注意していただければと思います。で、まあ、できればですね、この辺の違いについても頭に入れておくといいと思います。そもそもこの違いどこから来てるかっていうと、ここですね。
死因贈与については契約なんだ、遺贈については遺言なんだ、ここからこの違いっていうものを考えていけば頭に入れやすいんじゃないのかなと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない、どうやって勉強したらいいのかがわからない、試験日までの計画が立てられない、わからない部分について質問がしたい、忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい、もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば今お話した5つの課題全て解決することができます。無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講お待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。